皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は赤く染めた長髪と黒のロング T シャツ、そして叙情的で哀愁あるギタースタイルが特徴的なマイケル・アモットを紹介、解説していきます。このチャンネルではハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1969年7月28日、イギリス人の父とスウェーデン人の母のもと、イギリス、ロンドンで生まれ、スウェーデン、ハルムスタッドで育ちます。10代でギターを始め、バンク、ハードコア、スラッシュメタルの楽曲をコピーし、腕を磨きます。1988年、ヨハン・リーバラと共に、デスメタルバンド、ガーネージを結成。初期の頃はグラインドコアバンドでしたが、次第にデスメタルへと変化していきます。スウェーデンのデスメタルシーンの草分け的存在であり、多くのスウェーデンのデスメタルバンドに影響を与えていたのですが、ファーストアルバム、ダークリコレクションをリリースし、レコードデビューする前に解散となりました。1990年、イングランド、リバプール出身のデスメタルバンド、カーカスに加入。カーカスは、1985年に、ナパームデスのギタリストでもあった、ウィル・スティアーがナパームデスと並行して活動を行っていたバンドで、音楽性は、グラインド足すデスメタルと言われていました。当時のナパームデスは、まだ、完全にハードコアシーンのバンドでしたので、カーカスは、それよりも、メタル寄りな音楽性を目指していたと思われます。カーカスのセカンドアルバム、シンフォニーズ・オブ・シックネスがリリースされ、サードアルバムの期待が高まる中、マイケル・アモットがカーカスに加入することとなります。ガーネージ時代にアルバムをリリースしていたレーベルは、ウィル・スティアーがプロデュースしていたレーベルということもあり、マイケル・アモットは以前からウィル・スティアーに注目されていたようです。そして、1991年、サードアルバム、死体愛好癖がリリースされます。マイケル・アモット加入前のカーカスは、おぞましいほどの泥ぐちゃでノイジーな、これぞグラインドコアだと言わんばかりのサウンドでしたが、マイケル・アモットの加入により、大胆なまでに、メロディアスなギターソロを導入することになります。発売当時、デスメタルとは、極物以外の何者でもない、といった蔑みの視線を浴びせられまくっており、某雑誌でも酷評されていたようです。ですが、このメロディアスなギターソロの導入は、かなり大胆な手法であり、一部のファンからは反感を買いましたが、しかしながら、この手法は、それまでデスメタルを敬遠していたメタルファンからも注目を集めることとなり、カーカスの存在は過去最高に大きくなります。ウィル・スティアーの残虐さと、マイケル・アモットの美的センスが開花した名盤で、メロディアスなスタイルの最初の完成形が、このアルバムと言われています。1993年、リバプールの残虐王、カーカスが残したメタル史に名を刻むこととなる名盤、ハートワークがリリースされます。ウィル・スティアーのシャウト混じりで粘着質に絡みつくシャウト混じりのデス声と、マイケル・アモットの邪悪なデスメタルに、泣きの慟哭叙情メロディーは、美と醜が混合する究極の組み合わせで、このアルバムから、メロディックデスメタルの元祖的な立ち位置に置かれることとなります。マイケル・アモットのギターは前作よりも自由に歌っており、激しいリフを叩きつけたかと思えばドラマティックに盛り上がったりと、ガラッと印象を変え、表現力が増しています。ウィル・スティアーとマイケル・アモットのツインギターの美しいハモリは本当に絶品ですよね。グラインドコアと至高のメロディの融合という意味では、この作品を超えるものはおそらく出ないであろうと個人的には思います。1993年、自分がやりたい音楽をやるという決意でカーカスを脱退。スウェーデンに戻ったマイケル・アモットは、スリーピースバンド、
スピリチュアルベガーズを結成します。ブラックサバスやアイアンメイデン、レッドチェッペリン、シン・リジーといったマイケル・アモット自身が好むバンドのテイストを盛り込んだオールドスクールな70年代風ハードロックがモデルですが、ブルース臭さは皆無で、むしろサイケな感じの音楽性となっています。1995年、これと並行して、メロディックデスメタルバンド、アーチエネミーを立ち上げます。当時は、アルバムを1枚リリースして終了するプロジェクトバンドの予定だったそうです。1997年、前年にリリースしたブラックアースに伴い、初来日公演を行います。当時の観客の熱いリアクションを目の当たりにし、成功への大きな手応えを感じたマイケル・アモットは、アーチエネミーの続行を決意します。後に、世界でも、徐々に、成功の道を歩み出し、それに伴い、活動のウェイトが、徐々に、スピリチュアルベガーズから、アーチエネミーに置かれるようになります。アーチエネミーについては、別動画で解説していますので、そちらを見ていただけると、幸いです。余談ですが、マイケル・アモットとアンジェラ・ゴソーは結婚していたのですが、現在は離婚し、アーチエネミーのファンであった日本人の女性と結婚したそうです。マイケル・アモットのギタースタイルは、マイケル・シェンカーや、ブリジョン・ロートを彷彿とさせる叙情的なメロディを奏でるギタープレイが特徴的です。ハードロック張りの哀愁漂うギターフレーズと、泣きのソロは、マイケル・アモットの代名詞と言ってもいいのではないでしょうか。マイケル・アモットと、クリストファー・アモットの兄弟によるツインギターは絶品で、タイトでテクニカルなギターリフ、節々で入るツインギターのメロディアスなリード、規則的でテクニカルなソロと、エモーショナルな泣きのソロは、メロディックデスメタルの象徴であり、彼らにしか成し得ない究極のスタイルだと思います。そして、マイケル・アモットは、日本のロックバンド、デッドエンドの大ファンでもあり、メンバーとも交流があるそうです。他には、ラウドネス、X ジャパン、人間イス、世紀末なども愛聴しているそうで、人間イスのアルバムは、初期4作品を所持しているみたいです。日本のバンドも、好きな私にとっては、すごく嬉しいです。赤く染めた長髪と、黒のロングシャツ姿が特徴的で、哀愁漂う叙情的なギタースタイルを得意とするマイケル・アモット。こうして振り返ってみると、マイケル・アモットの加入が、カーカスの変化の大きな要因となり、そして、後のメロディックデスメタル勢力の大きな要因ともなったアーチエネミーの登場にも、もちろんマイケル・アモットが関わっており、そういう意味でも、マイケル・アモットが、このメロディックデスメタルの先駆者と言っても過言ではないです。さて、いかがでしたでしょうか。今回は、メロディックデスメタルの先駆者、そして、日本にとてもゆかりのあるギタリスト、マイケル・アモットを紹介しました。次回の動画は、視聴者さんからリクエストをいただいた、現在は、アーチエネミーのギタリストとして活躍し、かつて、メガデスの創設者、デイブ・ムステインにも認められた、天才ギタリスト、ジェフ・ルーミスを紹介したいと思います。皆さんの紹介してほしいバンドや、好きなバンド、こういう動画を作ってほしい、などのご要望がありましたら、ぜひコメントをお待ちしております。それでは、次回の動画でお会いしましょう。